なにこれ、うんちじゃないよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。あ、なんかさ、一応この夢見のベッドじゃなくても普通のベッドでも全然夢に行けるっぽい。到着。一応ね、自然がいっぱいの素朴な村、島らしいです。さあ、目を開けてくださいな。お、旗が月や。あなたは今、月という島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑の月島をご堪能くださいまし。あ、早速なんか道具が置いてある。網とはしご。網はまああれかもしれんけど、はしごが必要な場所があるということかな。あー、なんか綺麗だな。なんかね、ちょっとした部分を撮っても綺麗よね。絵になるというか。ちょっと木に埋もれてしまったけど。ね、これ何？これ植物？電気？トマトかな？あ、電気や。かわいい、これ何？え、何？ステッキも撮っておこっか、一応。これ何のステッキやろう？虫や。虫のステッキ。私も持ってるやつやんね、虫のステッキ。イエーイ。おー、びっくりした。ちゃちゃまる。ん？お前はどこのドイツだ？ま、いっか。十分楽しんでてくれ。めー。めー、かわいい。もしかしてさ、季節によっても、雑草の感じが全然違うってことかな。ね、なんか今までと違う感じの雑草じゃない？雑草よね、あれ。違ったりしないっすよね。ちょっと通していただきたい。なんかあれなよね、このちょっとした感じのね、この、足元の石とかもなんかいい感じなよね。こんな風にできればいいんだけども。一応あれなんかな、島、そういう雰囲気ってだけなんか、秋のような気がするけど、かき氷。まだあれかな、秋になりたてみたいな。あー、いいなー、こういう。ね、良きだね。これレジかな。フルーツジュース屋さんって感じやね。ジュンくん。やっぱ人気住民集めとんかな。おー、すごくない？ペーターもおるよ。良き良き。そしてほら、海岸の。え、DJ ブースもこれ、茶色とかもあるんやね。へー。いいっすね。いいっすね。ビーチにカフェってやっぱりおしゃれやなぁ。ねえ、めっちゃおしゃれな感じよね。私ビーチにさ、なんか屋台とかいろいろ並べて見てはおるけど、こんないい感じにできないもの。ここは通れた。通れた。こっちのスペース、あ、なんかすごい。何？陶磁器がいっぱい並べてあるんやけど、ここ。何なのだろうか。陶芸家？そういうわけではない。あ、これのね、このマガジンラックのレシピをね、私、まさしく今日ゲットしたところなんよね。ここでなんか作りよんかな？骨董品屋さんとかそういうこと？かもしれない。ほら、なんかちょっと古っぽい感じの。音楽。音楽。あ、こっちはなんかちょっとメルヘンな雰囲気。え、かわいい。こういうのもあるんやね。あの、ドアプレートも結構いろんな種類があるんかな。ここ誰？ブーケちゃんや、ブーケちゃん。すごいね。人気住民だらけの島やん。やば。そしてこちらは灯台。ふぅ。良き風景だわ。素晴らしき風景だわ。あれだよね、どういう順番で回っていけばいいかも、いまいちよくわからないんだけども。図書スペース。よき。いいね、こういうところで。やっぱみんなやっとるよね、こういう。なんていうん、川の中に浮かぶ美術品、アートみたいなの。
ほんと？こっちの方向は行ったよね。こっちか。お、こっちは違う。ビーチのカフェだわ。小人たちがいっぱい生活しよる感があるね、ここも。あ、いいな。こういうなんか小さいため池に滝みたいな感じもいいよね。二段の滝とかも綺麗やなって思うよね。あ、ここはあれか。あ、そうなんよ、これね。緑ってあんまなくない？飛行場。なんかみんな結構他の色ばっかりな気がするよ。全体的に白っぽい感じなんかな。島に置いてある家具も家も。ちょいと待って。お、あ、すごーい、かっこいいね。ここはギャラリー、美術品がたくさん展示されている。素晴らしくね。いいね、いいね、いいなー。なんかあれよね、ポンポンポンって置いとる風でも綺麗に見えるもんね。どうも。ふんふん。ふんふん。美術品を見ているということだろうか。ふんふんと言いながら。そして島のあちこちに結構みんな音楽を足しとるよね。やっぱ外でも音楽が流せるようになったというのはでかいのだろう。なんかビーチにめちゃくちゃ物置いとるよね。そして綺麗という、光も白いやつがある。ビーチをこんな綺麗な感じで飾れねえ。あ、なるほど。いいね。ビーチに焚き火。よき。あ、そしてここは、これあれじゃない？ほりゃ、ほりゃ。モニカの家。あ、ってことは、ここの、ビーチのここの部分はもうモニカの敷地ということっすか。このテーブルいい。このテーブルいいな。そう、私こういう感じのテーブルが欲しくってね。あの今、森の中というか、丘の上にね、熊の学校みたいなのを作りようやけど、学校とも言えんようなものやけど。やけど、なんかああいう感じの机がないかなーと思いよったよね。で、みんなここに敷いてるのってさ、ラグなん？マイレザを貼っとんかな？ラグは外試験か。マイレザかな？前出たを、あの、地面のやつに登録してるってこと？あ、すごい、ここ。キャンプ？なるほど、なるほど。ここでキャンプができると。なんかすごいよね。なんか素朴。自然いっぱいの素朴なって、ま、なんか紹介しとったんやけど、全体的にめっちゃ所狭しと物が置かれとるよね。私、ほんと、この場所にこれを作るって決めたら、その場所にしか物を置かんけんさ。なんかめっちゃこじんまりとした感じになるんよね。かわいい。かわいい。ここは？リビアン。いいなぁ。いいなぁ。こっちにもカフェあるよ。なんか今まで行ったどの島よりも、浜辺に物をめちゃくちゃ置いている気がする。ね、すごい充実しとるよね。私だって今、ほぼ浜辺にしかおらん気がするもん、まだ。まだまだ島の中心部全然回ってないよ。ここは、見て、ワイン。バー？ここでワインが楽しめるよ。ほら、なんかブドウの、これ、もしかして帽子？ブドウの帽子？ぽくない？多分マネキンの頭やろ、あれ。へぇー。あ、そしてここにもくつろげる。やっぱみんな岩場の部分に椅子とかテーブルとか置いとんやな。私、とりあえずなんか露天風呂ボンって置いとるだけなんやけど。え、なにここ見て見て見て。ピラミッドと金塊が置いてあるんですが、すごくない？すごくない？なんか、宝が。なにこれ？これは、レシピで作るものなんかな？前になんか他の人の島にもあったような気が、するんだけども。こっちの、あ、ここもしかして博物館じゃない？あれ？こっちからだといけないのね。ちょ、こっちからは。お。おー。なんか
めっちゃ、このさ、博物館の奥に、巨大な化石が見えとる感じめっちゃ良くない？すごいなんか森の奥の博物館って感じ。ね、良きだね。もしや、ここはこれだ。あ、なんか隔離された場所っていう感じなんかな、この博物館は。ちょいと待って。マップを確認したい。あ、やんね、やっぱり。ここは隔離された感じの場所なのね。なんかあの上に、何ここ、ちっちゃい滝が流れよった。だってここの上、はしご使っていろいろ行けばいいんかな。ちょっと待って。ステッキではなく、はしご片手に私は回っていくことにしよう。ちょいちょいそこの上に上がりたいんですが。あ、とりあえず。あ、こっから上がれるやん。あ、上がれたわ。あ、いいね。見てこれ。この庭先で、本を楽しむという。あ、こっち側もちゃんと行ける。細い道を通って、あ、なに、ここで、お昼寝をしたりだとか、あとそこに座って、絵を描きよるんかな？なるほど。あっち側には渡れな。あ、こっから行ける。ん？ここはじゃん、とかできんのか。あ、なに、行けた。ん？あ、行けた。何気に。ほら、上の方になんか色々と飾られてあるんよね。ああ。ふぅ。何そのちっちゃいジャンプ。めちゃくちゃちっちゃいジャンプ。すごいね。なんか細かい道が色々と分かれている。これって何なんやろうね。あ、あれか。パイプオルガンって言ったんやっけ。パイプオルガン？手回し。手回しオルガン？なんていうかわからんけど、楽器？ないよね。なんかコメントで言った気がする。あ、そして、ここを下ると、こういうなんか角っこに、井戸を置いたりするのが、良いのかしら。お！見て見て。ここは、お花屋さん？って感じかな？いろんな植物が。あー、いいね。え、めっちゃなんかのどかな雰囲気、すごいいい。めっちゃいい。ね、よきよき。そして、奥に続くこの橋を渡ると、なんかこうね、ちょこちょこっと、こういう屋台みたいなのが並んどるのも、お！ここの上にも住人上がるんやねん。どうも。よ、あんたとは初めましてだね。他の島から来たお客さんかい？この子新キャラよね、リアーナ。リアーナ今まで人の島におるとこ見たことないな。突然現れたように見えたけど、まあここじゃ不思議なことが起きてもおかしくないもんな、マジで。今時の子という感じだね。あ、こういうのもあるんよね。へぇ、何あれ。あ、なんか直接火に当たらんようにみたいな感じなんかな。網がかかっとる。お、ここではフルーツが売られているの？あ、奥見て。めっちゃ、いろんな種類の果物が。え、てかこんなに種類あるよね、段ボール。やば。桃しか見たことないんやけど。うちの島の特産品、桃じゃないのに桃しか見たことないんやけど。あ、見て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 、これ。あ、見えねえ。見えねえ。ほら、森の奥で、ガーデンウェディング。いいね、こういうところで、結婚式。披露宴。見て、ここ渡った先でさ、渡れんかったけど。渡った先で、ピアノを弾いてくれるのね。ん、そして、あ、ここさっきのところの下や。あ、ここ博物館のところやんね。で、多分ここの上が行けてなかったはず。よいしょ。あ、ここから上がっちゃいかんかったかな。別のところ。この手前から上がればいいのか。ここやね。はっ。え、上がれねえ。もしや上がれないんすか。下からお楽しみください的な、あ、でも一応見えるか。ん？この辺からもしや、上がれない。
まあ、でも、見えるから、大丈夫。ここは絵描きの人が、上のスペース上のスペースで結構なんかみんな、ね、アーティスティックな活動をしてらっしゃるのね。ほら、ここの上にも、絵が飾られてある。なんか悪そうな小人が。ここ上がれるところかな。よいしょ。もう一段ある。あれ?ここ。こんな感じで、上がる場所が悪いのだろうか。あ、でもここまでか。ん?こっちは別に何も、上にも井戸があった。すごいな、本当になんか、所狭しと家具が。あ、見て、上はなんか、農場みたいな感じなんかな。ここから上がれそう。ふっ。くっ。こんな感じ。あの小人さんがなんか、活動をしてらっしゃるのかしら。ね、ここでなんか、農場を営んでる感が。待って。これ以上高いところに登るのは危ないよ。これ以上登れんとかあるん。マジで?何それ?え、そんなのがあるんすか?もしかしてあの3段目までしか無理とかそういうことなの?え?そんなことがあるなんて。あ、見て、プライベートビーチや。ここに座って、のんびりと本を楽しむと。なるほど。良きだね。ゆったりと静かな時間を。たまーにちょっと常吉に邪魔されながら、みたいな。ね、そんな感じ。なんかすごいね、いっぱい丘の上にさ、綺麗な景色が見えるけん、超行きたいんだけども、ちょっと私の登り方が下手くそすぎて、ずっとそこにいるね。ずっとそこにいるね、キャンプを楽しんでるということなんかな。ほら、広々としたキャンプ場。キャンプ場もあんなに作り込みたいな。おー、すごい。私も今ね、エイブルシスターズの前に服とか並べとるけど、こういう感じにしたら確かにめちゃくちゃ綺麗だな。本当に私服ポン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 って適当に置いとるだけなんよね。なるほどね。ちゃんとこう、見せる並べ方をした方が良きですね。頑張ります、私。なるほど。勉強になるわ。ちょっとずつちょっとずつ変えてみてはおるけど、やっぱり。あ、すごいな、やっぱり。ねえ、なんか、いろんなところ作り込めるけん、この立体感すごいよね。こっち側は?洗濯機とか置いとる。あ、洗濯物も干してあるし。多分、誰かの家の庭ということだね、ここは。なるほど、なるほど。あ、で、こっち、たぬき商店。おー、店の前もすごいいい感じ。やっぱなんか、ね、そういうのも、もともとある店とかも込みで、めっちゃみんな作り込んどるんよね。あ、こっちから。あ、見て。ジャンプで渡っていける。ほ。そして、ここも、アーティスティックなスペース。お、ブーケちゃんおるやん。どうも。やっほー。見かけない顔だけど、その島から遊びに来てくれた人かな。楽しんでってね、ナノン。ナノン、かわいい。ここは、おー、びっくりした。人の家ということかな。よろしく。どうも。ここは人のお家ですか?ちょっとお邪魔しますね。おー、すごい。なんかめっちゃ綺麗。カフェや、カフェ。ね、カフェよね、これ。多分、ここにキッチンとかあって、これカウンター。え、すごい。なんかここで書き物。電話のメモかな?かもしれない。はい、それじゃあちょっと左の部屋へ。おー、いいね。ここはキッチンですか?めっちゃなんかカメラの真ん前に立っとった、私。なんか作りより様子をカメラで。もしかしたらあれか。キッチンから
こうやってなんか作りよるところを YouTube に配信とか。いやー、色味がめちゃくちゃいい。ね、なんかポップな感じがするよね。はい、そして、なんかね、この、なんていうん。この店内自体はめっちゃなんか大人っぽくておしゃれな感じやけど。ね、作業しよる調理場はめちゃくちゃポップな感じやった。奥は、自室って感じかな？私今日ね、本棚のレシピをゲットしたんやけど、これってことかな？結構なサイズ感、思ったよりでかいかも。え、良きだな。家の中に飾ろう。作って飾ろう。はい、そして、右の部屋へ。お？何右側？なんか、音楽室みたいな感じになった。音楽室なんかな普通に。音楽を学ぶんすか？楽器演奏。聞くっていうよりは演奏するって感じやもんね、ここの部屋。はい、それじゃあ、2階へ。ん？ 2 階は、服屋さん？めっちゃ綺麗。あ、いいね、壁。こういう壁にかけるのめっちゃおしゃれな感じ。すごーい。あ、もう結構なんか同じ服で色違いをいっぱい飾っとる。あれやんね。エイブルシスターズの試着室みたいな感じ。あ、すごい、こっち側の壁にもいっぱい。そう、こういう感じでね、お店にすると、めっちゃいい感じになるよね。靴とかもああいう。綺麗だな。あ、こっち側見てほら、ちゃんと靴が。だって実際に靴屋さんとかこういう感じで展示しとるもんね。へぇー。え、見て見て見て。靴下もこういう感じでかけれるんやね。なるほど。へぇー、すごーい。靴下は知らなかった。はい、そして、地下へ。お、地下はゲームセンター。なるほど、ここはなんかいろんな商業施設が集まっとるっていう感じなんやね。ん、椅子があったのか、ここに。なんか座った。なるほど、ここはなんかスロットコーナー。そして、普通のこういうゲームがあって、すごいな。あれはリズムゲームとかそういう感じなんかな。ほら、目の前にちゃんとモニターがあるもん。キーボードだけじゃなくて、ちゃんとモニターがあるもん。こういう感じの雰囲気。すごいな、なんかちゃんとゲーセンって感じやんね。はい、お邪魔しましたさあ、そして、なんか奥にももう一軒人の家があるね。こっちの方。お、なんか巨大なキノコが生えて。ここは飛んでいく感じ？あ、違う、こっちからか。あの、サクランボの段ボールかわいい。あ、どうも。なんかめっちゃ上からの視線になったんやけど。ようこそ。どうも。ちびやみさんやってかわいい。はい、ここがなんか森の奥の。あれは2階から干すスペースに出れるってことなんかな。お邪魔します。おー、なんか、森の奥の方に住んどる人ってこういうあったかそうな雰囲気の家に住んでいらっしゃるのかしら。ログハウスみたいなの結構多いよね。いいなぁ、雰囲気がすごく。はい、そして奥の部屋へ。あ、綺麗。めっちゃ綺麗。いいなぁ。いいなぁ。こういうね、ベッドを真ん中にドーンと配置するやり方っていうのがね、私どうしてもベッドってなんか、こう隅の端っことかにやってしまうよね。一応2階の部屋とかは違う感じにはしてるけど、でもやっぱり端っこは端っこなんよね。ミントカラーいいな、かわいいね。最近流行ってるよね。
すごい清潔感が漂っている。はい、そして、あ、ここちょっと本棚の裏に行ったら、見て。落ち着くようなスペース。なんかこういうさ、なんていうの？隔離されたスペースというか、こういうスペースってめっちゃ落ち着かん？はい、右側の部屋へ。あ、こっちもまだだった。私奥の部屋めっちゃ、すごい適当なスペースになってるもんな。一応イベントスペースっていうことにはしとるけど。あ、2階かわいい。え、なにこれ？なんか埴輪？なんか埴輪がついとんやけど。何あれ、怒りマーク？あ、なんかまっすぐつけるっていうことしか思ってなかったけど、すごいおしゃれな飾り方やね。見て、なんかレコードの間にブーメランが飾ってあったりする。そっか、ブーメランどうしようって思いよったけど、壁に飾るという、そういうスタイルなのか。なるほどね。なんかゼルダみたいやなって思いよったんよね。ここはなんかカフェ的な感じなんかな？ね、多分そういうことよね。なんかすごい個性的な感じのカフェ。ね。現実の私ならあまり訪れなさそうな感じ。まあ、カフェ自体いかんねえけどね、おしゃれな雰囲気がちょっと入りづらくって。お、地下はなんかこれから出来上がっていく感じやね。なるほど、楽しみや。はい、お邪魔しましたー。はい、そして、あ、ちびやみさんがおらんくなっとる。え、こっちの方向。上、びっくりした。見て。上に。上にどなたかがいらっしゃったんだけど、あれはちびやみさんではなかったよね。ほんとなんか、ふわふわした髪型やって気がする。お、こっち側にもなんか、なんか洗濯物干してるよ、東大の近く。何スペースなんだろうか。あ、見て、これ、すごい。ここは和カフェ。あ、こんなところまで移動してきとった、どうも。いいね、海辺のカフェって。しかも和。和を感じる。良きっすなぁ。良きっすなぁ。バシャってなってきたら終わりやけど。まあ、でも多分日が出っとるうちは大丈夫なんでしょう。お邪魔します。おしゃれな感じの外装。おー、ほら、なんかすごい、落ち着いた。うわー、めっちゃおしゃれやん。超おしゃれやん。ふわー。私が関わることのなさそうな人種って感じがする。いや、まあ、友達の中にもおしゃれな人は全然おるけど。はい、左側の部屋へ。お、なにこれ、お風呂？めっちゃおしゃれやん。なにこれ？あ、ここでちゃんと水はけがいい感じにはなっとんか。じゃないとね、木が腐っていきそうな。え、すごー。こんな感じ。見て、体重計とかある。めっちゃリアルやね。体重計もあるんよね、家具に。え、すごい。これもしかして乗れるんかな？は、まずあちら側へ。いけない！体重計を試したかった。そして、お、なんかトイレの横を見て、竹。こんな感じのもあるんよね、仕切り。へぇー。いいな、いいな。はい、そして、奥の部屋へ。あ、これがもしかして全住人？え、多いよね。ってことは、入れ替えとかも今まであったってことか。だって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16人おるもん。なるほど。でもなんか基本的に、人気住人じゃない？なんかちらほらおる人気住民ではないんかなーっていう感じの子たちは出ていた子たちなんかな。なんか初期からおるとかそういう感じ。え、かわいい。すごいね。私まだ一人も写真をくれる子はいないんだけども、全然仲が深まっていないということなのだろうか。はい、右側の部屋へ。お、右側はいきなりめっちゃ和だ。超和だ。よき。あ、
見てなんかめっちゃ、うわぁ、上の方まで見えないのが。あ、すごいね。なんか、任天堂水産とか書いてる。任天堂株式会社。任天堂。へぇー。なんかすごい細かいね。そういうことちゃんと書いとんや。あれもなんかの文字なんかな？あの、掛け軸？文字が書いてあるけど、読めない。はい、そして、2階へ。あ、2階学校や。お、見て、実験器具とかが、横の方に置いてある。何一人だけ横向いてるの？人の邪魔をしてはいけないじゃないか。ほら、しかもみんな勉強しよるのに一人なんか、レシピ本みたいなのに開いてるし。勉強して、なんか一人食い意地張ってそうやね。後ろとかは？あ、壁には掲示物が。これ電気のスイッチか。細かいっすね。え、なんか、学級文庫めっちゃ充実してない？ねえ、すごい超巨大なんやけど。ほい、そして、地下へ。地下はなんかすごい、おしゃれな、バーかな？なんかワインがあって、本も楽しめて、どっしりしたソファーで、カフェを楽しむこともできる。え、めっちゃいいやん。良きだね。か、あつ森にもマスターが来ていただきたいよね。あ、でも自分でもカフェコーナー作っとるけんな。どうなんやろう。ちょっとライバル的な感じになるかも。できるとしたら博物館の中か。え、でもね、こうやってみんなめっちゃ作り込んで作り込んで作り込んででさ、なんかまた新しい施設増えます。外にって言われたらめっちゃなんか作り直さんといかんかったりすることない？そういうのってすごい大変そうな気がするんやけど、どうなんその辺。この辺まだ来てないエリアか？ねえ、そうよね。この辺多分あれか。あの、住民たちの住居スペースって感じ。あ、ここの部分だけ来たな。最初の部分だけ多分、海岸沿いを通って、ちょいごめんね、ちゃちゃまる。通ってやってきたような気がする。ほら、ギャラリーもあって。なるほど、こういう感じ。やけん、今後、ね、外に置く、新たな、施設が登場するんか、なんかちょっと、今ある施設に増築されていくんか、みたいな。なんかめっちゃ大事じゃない？その辺。ほい、ということで、え、こっち側行ったかな？あ、行けてる。やっほー。やっほー、ブーケちゃん。待って、こっち渡ってったらなんかあったりとか。あ、こっちにもカフェスペースあるよ。ほうほう。ん？あっち側行ったか？ちょ、待って。この辺通ってなくない？多分こっち渡っ、とん、あ、そっか。ここは、なるほど。ビーチのカフェだったわ。なんか、どこがどう繋がってるのかが、いまいち把握しきれていない。なるほど。こういう感じね。どんどん進んでいきよったらまた迷子になりそう。広場からどんどん離れていくやつ。あの図書スペースいいな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月29日月曜日の午前11時35分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のクイズ番組どれだかご覧になりました？毎週難問揃いの番組なんですけど、昨日の問題もさっぱりわかりませんでした。あ、私ったら個人的なテレビの感想なんて。では今日皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、リコートで、間違えた。お、うりちゃん。いつも株を買ってくれてありがとう。お得意様のエンさんに、うちの山で採れた新鮮なタケノコをスワークするべ。食べてもよし、植えるもよし、好きにしてくんろ、うりより。こんなんくれるんや、ありがとう。そして、アンチョビ。
コレクターのアイナくんへ。こないだお母さんが僕に送ってくれたんだけど、君が喜びそうな気がしたから思い切ってプレゼントしちゃう。君だったらきっといい感じに使ってくれるよね。君の友達アンチョビより。何が？何もついてないけど、どういうこと？え、プレゼント付け忘れてない？え、付け忘れてないっすか？あ、ちなみに見てこれ。株ね、あの後動画外でめっちゃ買い足した。超買い足した。で、これウリちゃんからのタケノコやろ？ありがとう、三つも。お、花の観察中？ごきげんよう、アイナさん、ダフン。話しに来たよ。今日みたいな日は天体観測をするのもいいかもしれませんね、ダフン。え、こんな雨の日に？見えんと思うけど。え、何も見えないと思うんですけど、何を観測するんだろうか。謎すぎる。ちゃんと今の状況を把握して言ってるんだろうか。お、どうした？アイナちゃん、ちょうどいいところに来てくれた。相談があるから聞いてよ。あた、家やめて。近々この島から引っ越そうかなって思ってるんだけど、アイナちゃんどう思う？絶対ダメ。この島が嫌なとかじゃないよ。ただ、あたいのハートが新しい刺激を求めてるんだよね。あは。言っちゃやだよ。アイナちゃん、あたいを引き止めてくれるの？そうだよね。この島の友達を悲しませまでやるべきことじゃないよね。うん。やっぱり引っ越しするのはやめるね。あたいの居場所はここだもん。アイナちゃんに相談してよかった。これからもよろしくね。あは。今のところ私は、この島に住んでるメンバーの中で圧倒的に可愛いと思うんだ。何か。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、よ。こんな雨の日でもヨガをするのね。今日も一日張り切っていきましょう、よ。ただの瞑想かな。崖の工事ライセンスをちょっと取ります。お、黄色チューリップの球根。引き取っていきます。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7日以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、とりあえずタヌキマイル交換。で、崖工事ライセンス。崖工事ライセンスはスマホアプリ、島クリエイター用の追加の工事ライセンスでございます。6000マイルになりますが、交換いたしますか？お願いします。交換を受け付けました。ただいまよりデータを送信するため、お客様のスマホを端末に近づけてください。はい。アップデートが完了しました。ご利用ありがとうございました。イエーイ。島クリエイターで新たに崖工事ができるようになった。それは崖を削るだけ？それとも、何もないとこにも崖を作れる？島クリエイター。アプリからのお知らせ。新たに崖工事ライセンスの取得を確認しました。プラス、十字キーで工事の切り替えができます。詳しい使い方は、アプリから確認できる使い方を見るをご覧ください。十字キーじゃないね。プラスでいいんか。真ん中のプラスボタンか。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。はい、お願いします。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。工事中は必ずヘルメットを着用し、安全第一で作業をしましょう。ってことで、これで、あ、で、こっちか。崖工事ライセンス。イエーイ。あ、ほら、やっぱ崖作れる。こんな感じや。すげえ。そして崩す。どこにでも崖が作れるわけやね。素晴らしいやん。これはもうなんか土地の形とかめっちゃ変えれるわけだね。あ、そうそう。ここのさ、これ？この案内所の旗を、マイルドで変えられるらしくって、ちょっとそれを、ゲットしてこよう。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ということで、またしてもちょっとね、ヤマトさんが、マイルドを書いてくれたので、それを読み取っていきたいと思います。アイノネコの旗、かわいい。いいね、いいね。保存します。ってこと
後でこれをまた、デザイン型紙に上書きしていきます。え、これをどうやって旗にするんやろ？しずえさんに話しかけるとか、そういう感じか？おおきに、またどうぞ。はい、それじゃあ、とりあえずちょっと一旦外から旗を調べてみる。は、ふむ、何もできそうにない。ってことでちょっとしずえさんに。しずえさんや。ちょいとこちらへ。あら、いなさん、おはようございます。本日はどのようなご相談でしょうか。島の旗を変えたい。案内所の前や飛行場に掲げられている、あやな島の旗のデザインについてのご相談ですね。あ、飛行場も変えれるんや。へぇ。旗につきましては、マイデザインで新しいデザインのご提案を受け付けております。よりあやな島らしい旗のデザインを、ぜひご提案ください。それは、両方同じ旗のデザインになるってことかな。まあ、今のあやな島らしい素敵なデザインですね。ではこちらのデザインを新しい旗として使わせていただきます。ご提案ありがとうございました。ちなみに他にも何かご相談はございますか？両方変わる感じっぽいね。いや、大丈夫。わかりました。また何かございましたらお気軽にご相談くださいね。もう早速変わっとんかな。あ、もしや新しいのが開いた？お、ぽいんじゃないか。なるほど、それも入るのか。アイナ島のシンボル。案内所では島民の皆さんから島のシンボルである旗とメロディーのアイデアを広く募集しているだらも。提案してくれた方にはマイロを進呈するだらも。お、二段階。あ、メロディーってことか、もう一個は。肩書き、振り切った旗振り役、たぬきマイル500マイルゲット。イエーイ。もう変わったかな。おお、変わってる。変わってるよ、変わってるよ。見てこれ。自分の顔が隠れてる。こんな感じ。で、飛行場の方は？飛行場とか旗があることすらちょっと、いまいち分かってなかったんだけど。あ、これか！なるほど。こんなところにも。ってことだ。すごくない？かわいいかわいい。良きだね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ、これでまた昨日も行ってきたんよ。あの、パニーさんの島に。アイラに行ったっけ？この島に引っ越しするとき、タンスの中を大掃除したんだ。久しぶりに開いたら、たくさんぬいぐるみが出てきてビビったよ。確かクレーンゲームで撮ったやつだな。捨てれに捨てれなくて困っちゃうよ。柄じゃないよな、ハンナ。え、かわいい、ハンナちゃん。え、タンスの中からぬいぐるみ？なんかタンスって基本的に服をしまっとるイメージなんやけど。タンスの中にしまうもんなんのぬいぐるみ。そして、タンスを久しぶりに開くっていう感覚もよくわからんねんけど、毎日開かん？はい、それじゃあメッセージボトル。今日はあっという間に見つかったね。僕の知らない君へ。テレビで DIY 番組を見てたら、僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめいちゃった。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。作ったらいつか見てみたいな。手作り大好き、ドグローより。これはハムスターか。あのなんか土偶みたいな感じの。お、オレンジの服。この果物系もね、いろいろと集まっていきよるけど、全然作れないんだな。オレンジの服。あ、そっか、これオレンジやっけ。あれじゃない？カルピが着てる服じゃない？違う？あの、飛び盛りの時に着てなかったっけ。なんかあんな感じの柄やった気がする。はい、化石ゲットー。そしてさっき向こうにシャンティーが歩き寄るのが見えたよ。え、もしやシャンティーではなかった？あ、おったおった。びっくりした。違ったかと思ったよ。やっほー。あら、アイナさん、立ってば。話しに来たよ。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ、立ってば。それは良きだね。朝からなんか、ね、歩きながらアイスを食べるという。おはよう、朝から気合入ってんな、の心。おしゃべりしよう。筋肉最高。何うるさいよ、朝から。へへ、でっけえ声出すと、腹筋にも効くんだってさ、の心。まあ、それはわかるけども。
やっほー、ツンドラさん。おはよう、朝から会えるなんて嬉しいわ、ナナダは。話しに来たよ。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だな。得した気分だわ、ナナダは。シャンティも同じこと言ったっけ。ちょっと今日髪色でも変えてみようかな。今まで髪型は変えたことあるけど髪色なかったよね。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7回以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。まあ、ちょっと明日から、夏本番って感じやん。7月から。やけん、ちょっと、いい感じに明るいヘアカラーを。おしゃれ、ヘアカラーベスト8は3000マイルになります。交換いたしますか？結構高いんよね。まあ、交換します。おしゃれ、ヘアカラーベスト8をプリントしています。プリントが完了しました。イェーイ。ふんふん。なるほど、納得。何が納得？新しいヘアカラーを覚えた。姿見はドレッサーがあればイメチェンできるかも。ってことでちょっと、どんなカラーがあるんやろ。これで？あ、髪。髪色ね。この下のが増えたってことか。1,2,3,4,5,6,7。多分そういうことよね。ってことやけん。ふう、派手。あ、これはこれでなんかかっこいい感じやね。まあ、なんか白髪と言われればそんな感じもするけど。緑に、水色。なんかこれちょっとあった感じせん？今のこの、服装というか。まあ、服装なんかコロコロ変えるけど。あ、かわいい！え、これ、こっちの方が合ってるか。あ、これいいね。で、オレンジに、紫に、ピンク。まあ、ピンクはなんかね、なんて言うんやろ。飛び盛りとかでも、公式というか、なんかメインがピンクっぽい感じやったやん。けん、そんな感じやけど、よし、赤にしよっかな、私。ちょっとチェンジしていくわ。赤にチェンジして、大人っぽいな、ちょっと明るい感じ。はつらつとしてるね。はつらつとしてるね。元気な感じ。いや、ちょっとしばらくこれでいこうかな。あ、でもこの髪型となったらなんかまたちょっと違うな。悩むね。え、悩むね。でも結局これかな。なんかこの色、髪色やったら、こういっぱい髪の毛があった方が、髪の毛があった方がというか、の方がいいような気もするけども。これでいくか。いいね。ツインって。まあ、でもなんか、派手と言ってもありそうな感じじゃない？髪色。若干なんか茶色が明るくなった、明るい茶色って感じ。実際には赤だけども。ちょっと活発な髪型になって良きやね。まあ、あのポンパもすごい良かったけど。よし。ちょ、ここに。1万ベルを植えましょう。はい、オッケー。てか思ったんやけどさ、もしかしたらジョニーとかさ、あれやないん。来とるけど、静江さんがお知らせしてくれんけんさ、見逃しとるだけとか、そういう日もあったのかもしれない。で、基本的にさ、こう、何？お金集めとかしよるときってね、あ、キー揺すったり、そっちの方が増えてきたけんさ、お魚やーい、アンチョビと遊ぼうよーでし。いや、しかし、あれじゃない？鳥に釣られたらさ、魚は確実に食べられるよね。食べられてしまうよね。ちょっとそれは恐ろしすぎて、遊びに出てきたくはないかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。ほんま、眠りにつこうかな。眠ります。
私実際こんなへそ出しスタイルとか一回もしたことないんやけど。ほい、到着まるまる島かな、まるまる島かな。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、まるまるという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のまるまる島、島やったをご堪能くださいまし。ね、なんかポップな雰囲気のカラフルハッピーな島らしくって。お、これは？猫かな？ぽいよね。猫、え？猫よね。きっと。多分、そうなはず。すごいな。多分この辺の花とかもさ、いろんな種類のいろんな色を、あえてこういう感じで植えとんやろうね。私なんかなんやろうな。バラバラに植えたら、バラバラに植えた分、変にしかならんのやけど。ちゃんとした人がやると、綺麗に見えるものなんだな。やっぱこういう、なんて言うん？水辺の使い方。みんなすごいよね。ちょっとしたリゾート地みたいな感じ、このあたり。ね。そしてちょっと、君は誰だったっけ？文次郎？全然違った。ロボ。なんだおめえ、新参者か？まあ遠慮せずにゆっくりしてってくれよ。ラブユー。ラブユー。どうした？めっちゃ。これ、ヤシの木って切り倒したらこんな感じになるん？座れんのこれって。座れん。ただただこういう物体になるんやね。どうも。ようこそ。ゴリックさん。外国の人の名前って感じなんかな。ほら、多分島中、いろんなところを、こんな感じで、いろんな花を植えてあるって感じなんやね。ここは何なんやろ？駅？え？なんか、ベッドがあるな。ベッドがあるな。いいな、あのピンクのやつがめっちゃいいなって思うよね。あのダイナーの椅子。ここ普通に渡っていけるんよね。音楽が聞こえてきた。この先には行けなかった。あっちからか。よっ。いや、ここの先にも渡っては、行けなかった。行けなかった。ちょいと待って、なんかね、こう、地面がね、どこが繋がってるのかが、ほんとなんかめちゃくちゃカラフルな感じやね。これは、じゃーん。え？テレビトレイ？なぜだろうか。なぜなんだろうか。いいな、なんか、全体的におもちゃの街みたいな感じよね。綺麗。やっぱ地面もさ、すごいいろんな色があって、あ、なんか、島の至るところにプレゼントが置いてあるんかな、もしかして。あ、見て、ここなんかいろんなものが。シャワーサンダル。いろいろと何かあるぞ。青い手持ち花火。ほうほうほう。あ、すごい、いろいろ。私、アクセサリー全部はコンプしてないな。マリンス、なんかバスタオルだけでもめっちゃあるんやね。壮観なんやけど。あ、バスローブもあった。なるほど。バスタオル。あ、一応これ、どんな感じなんか見本と、プラス、こう下に置いとるやつが実際に身につけれるやつってことかな？多分そういうことやろ。ほら、ピンクのバスタオル。いやー、セクシーっすね。セクシーかどうかちょっとわからんけど。シャワーサンダル。シャワーサンダルって何？ちょっと待って。イェイ。あ、色味的にまあいい感じかな。んで、これが三角巾。三角巾つけた方がいいんかな？つける？こんな感じになりました。これ何？はしごが必要な場所があるってことかな。きっとそういうことなのだろう。ふんふんふん。一応外はいっぱいしてるけど、家の中はね、
あの派手なエリアにある大きい家の中のみ飾っとるらしくって、その大きい家の中がお風呂屋さん、お風呂屋さんをイメージしとるけん、このなんか浜辺にね、浜辺にバスタオルとかを置いてると言っていたんだけども、あ、上がれた。うわー、めっちゃカラフル。派手なエリアやけん、このエリアってことよね。すごいな、なんかテーマパークみたい、楽しい。ね。これは？下から見えていてちょっと気になっていたもの。ボタニカル T シャツ。なぜ置いてあるのだろうか。これから流れよんかな、音楽。多分そういうことであろう。で、このエリア。あ、見て、あそこで絵描きよる。あ、こっち通れないのね。通れなかったわ。ほんと、派手なエリアにある大きな家っていうのは、あ、さらに奥なんかな。多分、あのテントの中にはね、なんもないって言ったんよね。すごいな。すべてが派手だ。すべてが派手だ。でもその分あれないよね。ちょっと家は、シンプルめな家が多いというか。何これ。あ、マンホール。あ、そう、こういうのなんかさ、ご当地マンホールみたいな感じじゃない？ね。あ、ちゃんとこういう風に作業スペースみたいな感じにしとんか。私もなんか、もうちょっとさ、自分が作業しやすいように、プラス、見栄えも考えて、どっかしらに作業スペースを作ろうかなぁ。かなぁ。かわいい。なんかいろんなところにいろんなものが置かれてあるんよね。そしてやたらと気になるこの骸骨型のスピーカー。スピーカーよね、あれ。なんかいろんなところにベッドがめっちゃ置かれてあるんよね。これは何かを表しとんかな。よいしょ。で、こっちの方に来ると、ここは、メニューが置いてあるってことはカフェとかそういう感じ、なんか個性的だな。あ、ベルってこういう感じで置けるん。そういうことよね、あれって。多分。見て、なんか、うわ、びっくりした。このハムシやろ、あれ。何が起きたかと思って、ウィッシュ。ほら、見て、なんかさ、この森の中もめっちゃ不思議な感じが漂ってない？ちょっとなんかバスタオル巻いて森の中が移動しよるけど。ちょっと待って、服、ボタニカル T シャツの方に着替えた。多分こっちのエリアはこれの方がいいはず。きっとそっちの方がいいはず。うん。あとはまあ、うん、これでいいか。うわ、びっくり。なんかすごい地面がね、不思議な感じが漂っとるよね。うわ、びっくりした。見えてなかったよ。チーフかい、君は。見ねえ顔だが、ねえ、客人だな。まあ、ゆっくりしてってくれ。好きだぜ。みんな愛の告白をしてくれる。素晴らしき。この辺ちょっと素朴な感じ？かわいい。いいね、森の中の小さな家。おー。あ、いいな。あ、なるほどね。こういう木のスコップとかさ、こういう感じでできるんやね。なるほどね。そっか、そういう風に刺して使えるけん。なんか農作業中の一コマみたいな再現できそう。良きっすな。お、びっくりした。あ、さっき、チラッと見えとった人や。やんかさ、サブ。そのまま。なんかすごくそのまんまな感じ。あ、もしかしてこれって、これってもしかして地面じゃなくて川？いや、地面であったんかな。家の前まであるしね。見て、めっちゃクラゲ。超クラゲ。ほら、見て、地面のこのマイルザも多分クラゲやろ？多分。そういうこと。なんかめっちゃ、子供？豆椅子があるんだけど。お父さんと二人で、釣りをしよる感じかな？あ、いいね。なんか道具とかもこういう風に活用できるんやな。ちゃんとね、
そこに置いとる風に見えるけん。ほら、お父さんの釣り竿と、これ息子の釣り竿ってことやろ。にしてもなんか、子供小さすぎるような気がするけど。だま。ハッピー、ミッドサマー？イェーイ。有田さん。私、ここの家の雰囲気めちゃくちゃ好きなんやけど、わかる？あ、この景色めっちゃいい。この素朴な感じ超好きなんよね。お、あれはちゃちゃまるでは。どうも。ん？くせ者？違うよ。そのぼーっとした顔を見る限り、めっちゃ楽そうだな。ゆっくり遊んでってくれ。大好き。それぞれみんな、どんな愛の告白をしてくれるのかが。あ、見て。ほら、奥に何気に、ひっそりとお風呂があった。あ、なに、ここには。ほら、ものすごくひっそりとお墓もある。あ、ちゃんとほら、小道が続いとるよ、この裏。この2軒の家の人のお墓なんかな。そういう感じですか？ポップでカラフルな方もそうやし、こっちの森の中もそうなんやけど、ここ人の家かと思ったら普通に。あ、見て！外にキッチン。なんかこういうのもいいね。すごくいいね。こういうのさ、なんて言うんやろ。魔法系の RPG でありそうじゃない？こういう雰囲気。こういうさ、なんか正面2段、横2段みたいな空きもすごいいいな。こっちの奥にも、なんかこういう隠れ家的な感じでね、いろいろと家があるのも、いい感じ。あ、これ奥に行ったらプールあるやん。え、お風呂もいっぱいあった。お風呂もいっぱいあったよ。露天風呂なんかな？みんなめっちゃ巨大なキャンプファイヤーで温まるんですね。なるほど。そして、あ、家の真ん前こういう感じにするのいいね、めっちゃ。なんかこれ、ギリギリのところまでさ、なんかしづらいやんか。間違えた。ああいう感じで、できるのいいね。ツルツルのキノコ。これ何したの？これ。これも、キノコの一部？あの下の丸っこいやつ。おー。この辺りで、うわ、めっちゃ飛んだ。超飛んだ、びっくりした。あ、ここでゆっくりとゆっくりとね、景色を楽しむんすね。良きだわ。見てこれ、なんか、裏に、ほら、超巨大な、蝶々がいるんですけど、あれ、私が前にさ、不気味って言ったやつよね。このドア、すごい綺麗な感じする。ね、ん？こちら側からは、ハイウェイム。みんなさ、こういうなんか難しい感じの地形で、なんか自分で作るときにも私迷子になりそうなんやけど、こんなの。思わん？絶対自分で迷子になる。すごいなんか、派手な屋台が。外国風な感じやんね。なんかタイとかそういう感じを想像するよ、私。なんか東南アジアとかそんな感じじゃない？え、見て。なんかめっちゃさ、砂漠みたいな感じなんやけど、いきなりのなんか、お部屋感。いきなりのお部屋感。あの白い滑り台めっちゃ可愛いんですけど。ちょっと待って。あ、ここはテントね。なるほど。いいな、テントの外にかまど。かまど私買ってないんよね、確か。まだ手元になかったような気がする。ここは一体どこなのかしら。ちょっとマップを。うむ。まだ結構こっちの方スペースあるのか。ちょっと待って。もうちょい奥に進んでいきたい。この不思議な空間。
なんとなくこの空間さ、ちょっとドラえもんを彷彿とさせたいんやけど。あ、見て、これ。これあれやん。水たまりに雲が映っとる。いいね、いいね、そういうの。そしてここは、なんかおもちゃが、公園。なんか不思議な感じよね、めっちゃ。なんていうん。建物の外観がすべてない感じ。でもそういうなんか独特な世界観好き。独特な世界観や。見て、なんか怪獣おるんやけど。これは、巨大な壁が。ほら、こっちにもなんか、いきなりテーブルとかね、こたつとかある。え、濡れてるよ。勉強道具が、水たまりに。水たまりに。お、これは家族で、何かお祝いなんかな。人参ケーキや人参ケーキ。でっかいのがゴロゴロと乗っている。なんか逆に昔風なんか今風なんかが全くわからなくなってきた。ここにはなんか椅子がいっぱいあるね。なんかすごいさ、この島全体的にめちゃくちゃ芸術的なものを感じる。お、ここはなんか芸術品がいっぱい並べてあるね。こんな感じ。ここプライベートビーチやろ？あ、プライベートビーチに行く。ちょっと手前ぐらいからこういうスペースにしてる人結構おるよね。なんだか怪しげな音楽が聞こえた。お、上、あれはなんだ？なんか何かしらの絵が描かれてある。犬っぽい感じかな。かわいい。かわいい。あ、こっから上がれる。上がれた。ふんふんふん。ね、テレビトレイってこれやろう？よね。確か。なんか私の中にはないような発想が、たくさん。面白いなぁ。ね。う。ここは、ゴミ捨て場的な感じなんかな。なにこれ？え、これなに？なにこれ？うんちじゃないよね。え、あれなに？あれも道具の一種？見てこれ。めっちゃ壮観。ね、すごい崖にまで。この崖とかを使った図書館。すごい。ほう。いいな、この月。この月めっちゃいいな。なんか博物館あたりに置きたくない？めっちゃ置きたくない？この辺はちょっとなんか、荒れ果てている感じ。荒れ果てている感じと、こうなんか本がたくさんある。この、ちょっと寂しげな雰囲気。よき。こっち側のこのポップなところもすごい気になるんやけど。あ、工事中の看板が。あっちはね、まだちょっと未開拓らしく。あ、この上に。よいしょー。ここはちょっとしたカフェなのか？なんか落ちとる靴下もめっちゃ可愛いんやけど、なにこれ、キャラクターものの靴下？そういう感じ？これ上からやったら寝れるとかあればいいのに。う。ちょ。てか待って、家はどこでしょうか？なんか右上の方になかったっけ家。マップ。うん、右上の方やね。博物館の横あたり？なんだ？いきなりの狸の置物。冷蔵庫ってこんなカラフルな冷蔵庫もあるんやね。この砂漠の中？このテントのちょっと上じゃない？ここから入れるか。博物館の横あたりよね。え？博物館どこやった？ちょっと待って、ここ入れる。お、抜けれた。この先？ここか。え？通り過ぎている。
え、どこですか？この下？あ、これかな？え、これ？え、これ動物の家やんね。あれ？通り過ぎてる？え、ちょっと待って、どこ？あ、これか？う、ここでしょうか？あ、違うな。これ動物の家やんね。え、ここのもうちょい、あれか？ちょっと待って待って待って。この左上、ここ抜けちゃいかんかったんか。これか。はっ。これだ。やっとたどり着いた。お邪魔します。ふぅ、たどり着けたよー。ここお風呂屋さんであったんかな。なんかね、大きな家はお風呂屋さんをイメージしていて、各部屋いろんなテーマのお風呂にしてるらしいんやけど、めっちゃジャングルチックな感じ。入り口めっちゃジャングルチックな感じ。ちょ、待って、ここで、どれや、これか、バスタオルに着替えましょう。で、ちょっと、三角巾はここではいらんのかな。よし。せい。左の部屋へ。あ、左は結構なんか、これは何？え、なんか動いた。何これ？おどろおどろしい感じのものが置かれている。でも全体的にこの部屋は上品げな感じやんね。あ、あれさ、なんていうの？このお香？ピンクのお香初めて見たんやけど。ここが夢見のベッドなんよね。お香とかアロマとかで癒される感じかな。女子力高め。あ、見て、奥の部屋はめっちゃ和風な感じ。素敵っすね。あ、見て、あれさ、何？なんて言うんやっけ。ハリボテの木。あれ、桜版もあるんよね。ってことは、いろんな季節分があるってこと。あ、こっちにもお風呂ある。二つあったお風呂。めっちゃ透き通っとって綺麗よね。いいね。和風なお風呂。そして所狭しと壁にも色々と貼られている。料理人系の服まで飾られて。はい、そして右側の部屋へ。ん？右側はなんか、セクシーで大人っぽい感じ。ほら、こんな感じ。そしてちょっと、怪しげな音楽が流れている。紫のお湯、紫のお湯。まあ、ライトアップされてるだけなんかもしれんけど。いやね。紫にライトアップされたお風呂。豪華っすね。そしてなんか、めっちゃ良くない？緑。周りを植物で囲まれている。それじゃあ2階へ。あ、2階はなんか、ここはサウナ的な感じかな。ね、なんか熱された石とかがあって、横では多分アロマらしきもの多分。そしてこっちは、あ、水風呂的な感じでプールがあるってことかな。きっとそういうこと。そしてここで横になって、まあ、マッサージしてもらったりだとか、いろいろと。サウナ行きたい。こう、願望が書かれていた。サウナ。サウナ、私逆にさ、小さい頃しか行ったことないよね。まあ、多分ね、銭湯とか自体に小さい頃しか行ってないけんやと思うんやけど。何気にサウナからの水風呂好きやったな。渋い趣味やった。お、地下は、何これ？何これ？お風呂上がりにジュースが飲めるってこと？フルーツジュース。健康的。そして音楽まで。え、何これ？洗濯機あるんやけど。もう、あれですか？脱いだ服はその場で洗濯して、もしや乾燥までして、で、その場でまた綺麗にした服を着て、去っていく感じ。え、めっちゃいいやん。これはもう3名限定なんかな？ 3 人ずつ。
めっちゃ並びそう人。でもお風呂順番待ちとかやったらなんかめっちゃ気使いそうやな。あ、これ下になんか小さい人とかおるんやね。あ、これってあれか、狼に育てられた子ってことか。なるほどね。なんか、一つ一つのお風呂めちゃくちゃ良かったんやけど、入り口が個性的すぎてなんか入っていくのためらいそう。まあでもね、島自体がめちゃくちゃ全体的に個性的やけん、多分この島に住んどる人やったら、そんな物おじせずに入っていくんかな。っていう感じもするよね。どこから抜ければよろしいのかしら。どこか降りられるところがあるのでは。こっちか。こんな橋渡ったっけ私。いや、でもここのエリア見たね。はは、広場に戻ってきた。広場に戻ってきた。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2020年7月1日、水曜日の午前11時15分です。今日は特にお知らせはありません。週も半ばになりましたので、後半も元気に過ごせるように無理はなさらないでくださいね。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれかな、とりあえず。あ、びっくりした、なんかと思った。そう、昨日ももらってきたんよね。で、たぬきバンク。はい、皆様、いつもたぬきバンクをご利用いただきありがとうございます。361ベルの利息がつきましたことをお知らせします。アイナとたぬきバンク。やったね。でも、やっと361ベル。そして、ルーシー。アイナさん、私ね。一人の時間も好きなんですけど、一日誰でも喋らないと、なんだか寂しくなるんですよね。こうしてメッセージカードを書いてると、寂しがりの一人好きっていう、甘らじゃくな自分に気がつきました。複雑な乙女心、ルーシー。寂しがりの一人好き。どういうことや。こんにちは、またお会いしましたね。今日もデザイン修行のためアイラ島に来ているんです。あの、お時間よろしければファッションに関するリサーチもご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容はこちらが主催したファッションテーマになった服装に着替えて私に見せていただくというものです。大したものではありませんが、お礼もご用意しておりますので。 OK。 てかマジでさ、ほんと普通の収納となんていうん、この服だけを入れる収納と分けていただきたいんやけど、じゃないと服だけで埋まっていくって。今回見せてほしいのはフォーマルなコーディネートです。卒業式や高級レストランなど、格式高い場所に着ていくような、きちっとした服装に着替えてきてください。参考用として、フォーマルのイメージの服をお渡ししておきますね。ふんふん。なんか、ケイトさんのデザインでフォーマル系ってあんまり、思い浮かばんのやけど、レースのシャツ。ふんふん。別にケイトさんデザインじゃないってことかな。一旦ちょっとそれを着てみるわ。レースのシャツ。こんな感じ。なるほど、シンプルだね。めちゃくちゃシンプルだね。ふんふんふん。やっほい。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ってことで早速着替えます。え、あれ結構いい感じじゃない？でもワンピース、フォーマルではないかな。ね、さっきのめっちゃ、お、なんか森。これ結構いろんな色があるのね。さっきのね、この辺のマリンルックワンピースめっちゃ可愛いけど、多分フォーマルには入らないのだろう。だろう。え、売っとる中になくない？今日、フォーマル系。キャリアのスカート。ハーフカーゴパンツ。可愛いのはいっぱいあるんやけどね。オーバンストール T シャツ。絶対可愛いやつ。なんか思った感じと違う。ちょっと思った感じ違う。ちょっと待って。家にあるやつで行くわ、じゃあ。やめとくのね。またいつでもどうぞ。ってことでちょっと、今日は自宅ので、勝負します。おおきに、またどうぞ。なんかピアスとかもあればいいのに、あつ森。学士の服とかも入るんかな。テーラードジャケット。あとは、
タキシードとか、スーツ。スーツ確実じゃない？いや、しかし、下をどうするかという。難しい。下スラックスとかでいいんかな？ワイドチノ。ちょっと待って。じゃ、とりあえず、スーツ。スーツに、ちょっと頭のやつ外すやろ？この辺外して、スラックス。こっちの色の方がいいかな。で、足元。帽子とかは、ない方がいいか。丸メガネ。に、サッカーソックス。足元。ビジネスシューズ？ちょ、靴下も履こう。サッカーソックスにビジネスシューズ。なんかちょっと芸人みたいになった。なんか芸人みたいになった。あ、てか可愛いってマリンルックワンプリース持っとるやん。やっぱ毎回同じような服を可愛いというのね、私は。まあ、こんな感じでよろしいでしょうか。これでどうでしょう。もっとね、ちょっとエレガントな感じにできればよかったんだけども。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネート、もう見せていただいてもよろしいですか？ OK。飲み飛んでない誰か。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。なるほど。どうですか？素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。おー、よかった。ツンドラさんや、飲み。こんなにフォーマルというイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて、感動してしまいました。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンをご支度に郵送しておきますね。仕立て屋で使いますので、ご利用ください。あと、これも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。お気に召すかどうかわかりませんが。また靴下？タイツやった。ケイトのタイツです。それも私が手掛けているブランドのアイテムでして、よろしければどうぞ。できたばかりの新作なんです。今後仕立て屋にも商品として並べてもらう予定です。またお会いすることがあったら、よろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。とりあえず、中やけん見えんけどさ、これで、あ、ほら、やっぱり、こんな、こんな、どぎついピンク。なんで毎回毎回そんな派手なデザインなの？でもって普段別にね、本人全然派手な格好してないし。ちょいと待ってね。はっ後頭部を。そしてそれをニコニコと見守るケイトさん。飲みだー！あー、かゆっ。あら？かゆいとは思ってたけど、まさか飲みがいたなんて、なんだか恥ずかしいわ。取ってくれたのがあなたでよかった。勇気を出してくれてありがとう、ならだわ。はい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。